はい、開催開催、はい、申し訳ございませんでした。ですね、はい、以前高校生のスカイ君とフックンと、はい、一緒にそのトリックアートを描いたんですけど、サメ口今現状こんなです。こうなっててもうほぼほぼ消えちゃってるんですよね。そうですよね。でこれ原因がそのコンクリが低くなって上がってるんですよ。水はけができない環境になってて、そうなんです。もう雨降っちゃうと、うん、もう水溜りこんぐらいできるんですよ、こっちから、うん、びちゃ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 って。だからちょっとすみません、サメのトリックアートが消えちゃいました、うんうん、もうこれはちょっと僕らの、そうですね、設計ミスです。本当に申し訳ございませんでした。予想できなかったっすね。そうですね、うん、じゃあ対策してここ盛り上がってたんですよ、これ今掘ってるとこね、盛り上がってて、でここに水がぶつかってこう溜まってたんですけど、ここに穴開けてたんですよ、水が抜けるようにね。そうなんですよ、塩ビガン通してその水はけ排水ができるようにしたんだけど結果詰まっちゃって、なので今回もちょっと消えたプラス水はけを良くしようと。そうですね、うん、師匠が発ってくれました。でもし本当にね、ちょっとスカイウェイ方がまた機会が時間が取れるんであれば、うん、本当にちょっともう一度依頼したいです。そうですね、ハワイからもハワイだっけ、留学先から戻ってきた時に、うん、またね復活してもらえば、うん、もう本当にごめんごめん、スカイ君ごめんごめんなさい、めっちゃごめんなさい。ということでせっかくだからここにねガーデンシンク作るのはどうかってなったんですよ。はい、ガーデンシンクっていうのはもうあれですね、野外の調理場みたいな感じですか。そうですね、水場か、シンク、うん、水場で、できればなんか砂漠ときあるじゃないですか。はい、それもここでできたらいいかなって。そうですね、大きい魚砂漠ときって大体、うん、外ですもんね。はい、はい、ということで、じゃあ中小の手力を借りながら作っていきたいと思います。はい、じゃあこれからガーデンシンクの説明をしたいと思います。はい、こちらどうぞ。これチャピっす。これチャピ、チャピ壁あるじゃないですか。はい、なんかこう釣り師じゃないですか。はい、こうなって、うん、なんか分からんけど、うん、いや、あなたが書いたんでしょ。逆なら分からないわけよ。で、これサメの扉があるんですよ、こっちにね。はい、まあ、シンプルに蛇口2つあります。はい、でこっち手洗い場あります。はい、でこれ全部コンクリート製で作りたいですよ。でこっちはブロック、あしたじゃあ6インチブロック積み上げて、うん、積み上げて、でここは新たにセメントで作った、セメントのシンクか、セメントのシンクか、うん、でこだわりがあります。はい、これを、はい、ツルツルにしたい、打ちっぱなしで、うん、なんかそんな、なんかちょっと上質感があるセメントにしたいなって思ってます。はい、ありません。でここに、うん、でそこまな板を置けるんじゃないですか、こっち長いまな板、幅840mm だから84cm のまな板あるんですよ、実は、うん、これを置ける状態にして魚もさばけると。で、これなんか師匠がこのまな板、はい、こう上に乗っけるだけだったら滑っちゃうと、うん、右にも行ったりもこうやってしまうと、うん、結構大きい魚だから、はいはい、ここに一応すっぽり収まるような形で型を取りたいなっていう強いご要望でございます。うん、で、ここにはちょっとなんかシャンプーとか歯磨き粉とか洗剤とか置けるように、はい、まあ、故障とか、うん、その置くはずなんで、ここはちょっとなんか、うん、ちょっとなんか物置きたいなって思ってます。うん、でとりあえず今日は足、はい、今日こっちですか。今日は、うん、ここ、ここ。これが一番なんか難しそうですね。難しいですよね。水平とか。うん、じゃあとりあえず取れちゃうもの取っちゃいましょうか。はい。壊れてたよね。ね、これね。一回切って、ちょっと今日中に終わらなそうなんで一回蓋してます。はい、じゃあまず足、うん、足作りですね。横が1300 OK、 はい、じゃあですね、阿部、はい、さん急に登場したけど、ちょっと作戦が変わりまして、で、ちょっと説明していいですか。お願いします。ここにテーブルの足を作ろう、今日は土台を作ろうみたいな話だったんですけど、はい、こことここそもそも高さ違うじゃないですか。そうですね、はい、しかもここふにゃふにゃの土じゃないですか、はい、今足を並べたところでぐらつくじゃないですか、はい、水平取りづらいなって話になって、はいはい、だったらまず、まあ、おおよそ、よいしょ、
大体このラインにここと高さを合わせてコンクリートセメントを打って、翌日にその固まったしっかりした土台の上にテーブルの足を組もうという流れになりましたので、今日はもうこっち俺が責任持ってコンクリートを打ちます。はい、じゃあコンクリートを打つための枠作りですね。枠って言ってもまあ今回は簡単なもんなんで。いやこれでもあれこんなあれ要はコンクリート流したら低いところに流れ出ちゃうから、そこを塞ぐ、そうせき止めるための2片必要、1片2片じゃあこれあともう一回半分ぐらいにベッド切るが終わり。はい、ではね、簡易的な枠の方が完成しまして、この中にコンクリートを流し込んでテーブルのキッチンの土台ですね、で作っていきたいと思います。そして今回はちょっとせっかくなんで八滝さんがコンクリートをやったことがないということで、今回ちょっと一緒に2人でやっていこうかなと考えてます。まずちょっとね、ほぼあんまり使ってない一袋のセメントあったんで、丸々入れましょうか。いいですか。はい。で、次は砂を入れましょう。砂ちょっと疲れた。疲れ、ここで遠征狩りなんですよ。疲れよ、本当遠征狩りなのに、明日2馬力ボード出すから準備してましたね、今まで。水入れないんだ。水を入れる前に均等に混ぜないと。はい、では水の方。早い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 。はい、ストップ。あ、ストップ。いや、いいぞ。あっちにも水撒いといて。これなんで水撒くの？汚れ落としつつ、あれです。コンクリートのノリが良くするため。よも。最後ベタベタなんです。巻きすぎないでもいい。こっちちょっと。すいません。どう？こっち。オッケー。待って。もう一回。次表情出てる。表情で。もういいだろ。入れすぎるとちょっとね。あれ意外と。あそこに持っていかれる。意外と持っていかれる。あそこにある水分、ここに寄せてくる。左手が意外と持っていかれる。チェイ！ゆきさん、で、師匠が、仕上げにコーラ入れるっつって。なんでコーラ入れたら一生固まらないです。化学反応来て、コーラ入れると一生固まらないです。だから、現場で休憩中にコーラ飲んで、ぷちゃってこぼすじゃないですか。罰金滑っちゃう。そうなの、はい、ちょっとでも僕分かんないです。俺は安倍氏からそれ聞いてて、一回実験でやってみる。あ、じゃあ分けてやってみる。コーラ入れてみます。おう、入れてみます。じゃあ、はい、これぐらいにしましょう。これ、あ、じゃあ休憩再現。休憩のぞまやさん、はい、はい、まとまり引き終わりました。はい、おい、あ、マラスか。よっぽいやっちゃったー。あーもし現場監督だったらどうする。これ来たら見たら友谷さん、これどうする。これ自分なんかで保証する、それとも酒屋さん呼んでもう保証お願いする。いや固まるんじゃないですか。だってちょっとしか入ってないっすよ。完全に浮いてるからね。これは CR 眼科医系だ。これちょっととか混ぜたらいけるじゃん。いや、混ぜたらいけますよ。混ぜよう。じゃあ、野村さんがそういうんだったら何人現場入ってんすか。じゃあ、いいっすわ。じゃあ、野村さんプロなんで信用しましょう。沖縄っすよ。ソクロゴーゴーゴー。1対1対1でいい。そう、1対1どうすかよ。お前がやれっつって。ゴー。あ、いいよ。フィジカル安倍氏。安倍氏。これ使っていいよって。矢崎さん出ますか。あ、また混ぜる。あ、面白い。はい。じゃあ完成しました。グリート。多分2杯ぐらい使う。1杯じゃ足りない。あと1回同じの。あとワンセットもう結構コンクリート打つ幅が増えたから当初より。はい。一緒に入れますか、早速。せーの、はい。
あんま混ざってなかった下。うん、混ざったの。で、これを回しておいてください。そのままにしておいて派と やっちゃい派が今対立した瞬間だったら今のあの言葉がない瞬間一間が今まだ鳴らさないんだ。もう鳴らしちゃう。もう全然。じゃあせっかくだからやってもらおうか。ああなるほど。はい、じゃあ2発目完了ですね。せーの。はい、あ、師匠は帰宅しました。はい、ちょっと質問して嫌だし、うん、あの安倍氏がハイサイでこのロマ、うん、打つときって、うん、大体なんかインナーでやってる気がするさ。これ？うん。うんうん。あれなの？本職でもそうだったの？いや本職は基本あれだよ、あの基本は長袖。おお。やっぱり現場って危ないから。うんうんうん。足場も悪いし。うんうんうん。体を保護する名目プラスあと熱中症予防。あ、ちゃんとそういう作業着があったのね。そうそうそう。ロマ屋さんはね、基本ね、うん、長袖、ま、あの、長袖のポロか、うん、うん、長袖のポロが多いね。襟立てて、うん、あー、見たことある。そう、で、作業着も、うん、飛びの人たちみたいにブカブカしてるやつじゃなくて、うん、ストレートタイプの作業着、うん、そうですよ。あの、ブカブカしてるやつだとロマ屋が使うあの、下駄履くときに巻き込んだりしちゃうから、俺は個人的に嫌だった。